屋台を引っ張って YouTube の動画バズる予定の職人ポンコツ番長、おはようございます。今日もこれまた本当におめでとう。はい、病院には行ってません。すいません、まもなく行きますから。今ね、楽しいことがありすぎて少しお待ちください。どうせこれなんですから。それとあっちの世界に行ってもいいように、塩原大工さんがですね、ポンコツ酒場ではなくポンコツ墓場を片枠コンクリートで早く死ねれるように特化工事で作りますというラインが来ました。ありがとう塩原さん、ありがとう。レイさん、ポンコツ墓場は T の字でお願いします。 T の字でポンコツとかなんか適当にうまくやって生コン流してください。なんなら枠だけ送ってくれたら手練り生コンで自分でやっちゃいます。はい、そういうポンコツ墓場に入りたい方も、出来上がったらポンコツ墓場の入居者募集したいと思いますが、多分ゼロ人です。はい、いいんです。死ぬことは楽しいことという定義にしたいだけなので、別に一人でもいいんです。あっちの世界にはたくさん仲間がもう待ってくれてますので。ということで今日は後ろじゃあこの垂れ亀をちゃんと作業動画上げていきたいと思います。こないだから指摘されたようにペースでお話ししておりますので、動画の尺が長くなってしまってる可能性ありますが、聞きやすいらしいですので頑張りたいと思います。それでは解説からいってみよう。はいどうはい、それでは恒例のポンコツ解説どうぞ。はい、今ね、これ右から左で、まあこれが芯一番ここです、こうたるんでるんですよ。一番下がここで、反対側の今カメラに映ってない左の一番奥、まあこっから1500ぐらいのところにはもう2センチ上がってて、ここが一番低いところです。なので裏側をまず寸算ですね、今これ仮に置いてるんですけど、これで今横にレーザーあるんで、裏側をもう固定してしまおうと。まず下を止める位置をですね出したいと。で今天井時見えてるのかな、この天井時のところに90の割を打って、まあボードでここで垂れ亀作って、こういう感じですね。で後ろのもう天井はそのままボード貼っちゃおうという作戦です。さっき思いつきました。ポンコツ設計なんで、これでやってみたいと思います。それでは実践編へレッツゴー、どうぞ。はい、それでは今だいぶ端折りましたが、すいません、端折るの好きです。また動画が長くなっちゃうので、今これ全部寸法でだいたいちゃんと切ってレーザー当てて切ったんですよ。今から鉄砲で打って高さを調整していきたいと思います。でまずこの仕込んでた、しかもインパクト落としてて曲がって全然ダメです。ちょっと一回やり直し、テイク2。はいどうはい、さすがのポンコツです。ポンコツぶりを最大に発揮してですね、もう一度仕切り直し、テイク2行ってみたいと思います。向こうから順番に同じこと繰り返さないように先にもう決めてきました。それでね、ポンコツ流下の高さをぴったりに合わす場合はですね、こう先に突っ張り棒かばしちゃいます。それでここの高さを合わします。今レーザーで240っていうところに出てるんですけど、それから決まってから1ミリぐらい浅いんですけど、もう無理やり決めちゃいます。はい、実は裏技使ったんです。まあ裏技じゃないけどね、下から鉄砲を打つと1ミリつくんですよ。それで1ミリつかして上につけたっていうせこいやり方、すいません。はい、あとはね、ちょっとたまたまちゃんがね痛くなってきちゃって
この時間になってくると、もう動きすぎるとちょっと痛くなるみたいなんですよね。今これ続きを、さっき止めてしまって、最後、ここで説明しながら、今日もまたね、ポンコツ佐川に予約が2名様来てくれることになって、早く5時にふっきり終わってね、ウォーダッシュで買い物行って、市場に買い物行くんですよ。それで、仕込みして、6時半から2名様ご予約いただいてますので、大阪でおられる方、ぜひ来てください。売り上げ欲しいです。夜でも開けます。夜中でも電話かかってきたら、開けるためにお店で出てますんで、ぜひお願いします。お願いします。売り上げ協力。なんなら寄付でもいいです。来たつもりでください。お願いします。ということで最後、この動画締めたいと思います。それでは最後の動画へ。どーんぞー行ってみよう。はいどうはい、完成いたしました。これがポンコツ流の垂れ亀の収め方でした。すいません。はい、告知します。こちらどーんどーんどんべー。はい、今ねポンコツ酒場どん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 リフレッシュしてですね、鉄板をセットしたり、コンロをセットしたり、揚げ物をできるように、フライヤーを用意したりですね、もう、まもなく、のれん頼んだりで、ね、いろいろ発注かけていきたいと思いますが、ラジム、体と相談しながら、病院で、こうならないように、まあ、こうなっても、寝てるだけで悪儲けなんていいんですが、まあ、視聴者の皆様方に、最高の笑顔を届けるためにですね、私、頑張りたいと思いますので、今後ともまたコメントよろしくお願いします。そしてできるだけ多くの方がですねポンコツ酒場をご予約していただいて、ポンコツ酒場が倒産しないようにご支援お願いします。そしてピンチになると、食べてないけど先にお金ください作戦を、塩原大工とかにお願いしようと思ってますので、塩原さん、姉さん、その時はお願いします。3万円でいいって安いでしょ。ということで今日はこの辺でまた明日、バイバイ。Can you tell me?